んにちは、まにこです。ご視聴いただきありがとうございます。また、日頃よりチャンネル登録や高評価などで応援していただきありがとうございます。とても励みになっております。そして、この動画が初めましての方、このチャンネルはカードを使った占いを主に三択式で行っております。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、年末年始はいかがお過ごしでしたか？私はちょっと11月くらいからめまいがひどくて、12月に新しくめまいの薬を処方してもらったんですが、その薬が関係あるのか、たまたま重なっただけで関係ないのか不明ですが、ひどい口内炎で過ごしました。まだ痛いので、滑舌が悪かったら申し訳ありません。近況報告から始まってしまいましたが、今回の動画についてですね、久しぶりにドクターアポロの何でもスプレッドを行いたいと思います。選択カードはオラクルカードですね。すぐにカードをオープンしてまいりますので、伏せた状態でお選びの方は恐れ入りますが一時停止で対応をお願いいたします。カードを見る前に今回の選択カードについて、選択肢ごとのそれぞれのテーマとしてルノルマンカードを引いてからタロットカードを展開する予定なんですが、テーマを決める際に補助的に選択カードから意味を拾う可能性があります。ですが、基本というかメインはルノルマンなので、ここだけでは何についてなのかは決まりません。これが全てではないということですので、絵柄とか色味とかであまり深く考えずに決めていただいても大丈夫です。ちょっとしたことでも意味を考えたい。そういう方のために一応基本の意味だけご紹介してまいりますね。ではカードを見てまいります。1番、ザ・トライブ、属するもの。基本の意味は、コミュニティ、所属する、人に理解されること、気心の合う人たちとの絆、家族や友人の感覚、あなたの居場所を知ること。2番、not for you。あなたには不要なもの。基本の意味は、自分には手に入らないものがあることを知る。拒絶は神があなたを守る方法。3番、チョップウッド、薪を割る。基本の意味は、日常の体験に基づく。謙虚さ。2番 not for you はフォーチュンクッキーですかね。チョップウッドが薪割りなのに、絵柄がほうきみたいなのも気になります。ルノルマンカードも無地のカードがどう見てもほうきの絵だったりするんですよね。海外との感覚の違いを感じますが、タロットも基本的にキリスト教の教えがベースにある人たちが作っているものなので、そのあたりの共通認識がないと理解しきれないような感じもしますよね。テキストでの勉強は一切しないで、絵柄から感じることだけで読み取るというタロティストもいるようなので、そういう人は海外での生活が長いとか、キリスト教徒なのかななんて思います。余計な話が長くなりましたが、選択肢はお決まりでしょうか？では、1番から順にリーディングしてまいります。1番、ザ・トライブをお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回のテーマとなるルノルマンはカマになります。突然の災難がショックと悲しみをもたらします。カードにはそのように書かれていますが、カマのカードは収穫を表すこともあるんですね。刃物なので切り離すイメージから分断、中断、そういったことも表します。今回はすでに起きた出来事、過去の心の傷、そこから得られるものをテーマにタロットでリーディングしてまいります。
知られし者カップ10、知られざる者ソード2、危うしカップ7、幸運よ恋人を、アクションソード5。まずは知られし者ですね。カップ10、虹を見上げて喜び合っている家族の絵。家族の幸せを絵に描いたらこうなったという感じの絵柄ですね。テーマからすると、意外に思うくらいに現状は愛に満ちている、そういう感じがするんですね。家族の愛という感じですが、先にちょっと触れますけれども、幸運よのところが恋人のカード。まだまだ他の愛情が待っているようです。現状は家族の愛に囲まれて、皆が一つのところ、虹ですね、同じところに希望を見ている、心が一つになっている感じがします。カップが満たされた状態ですが、10が一つのサイクルの終わりとするなら、また新たな始まりに向けて物事が動き出すようなタイミング、そのように受け取ることもできます。ですが、今はこの幸せなひとときをみんなで一緒に分かち合い、喜び合っているようです。ここからは少しも暗さは感じませんが、では次の項目はどうでしょうか。知られざる者ソード2、それはそれとして分けて考えている。どうやら無意識レベルではまだ心に引っかかっている問題、目を閉じて胸の前で腕をクロスさせる様子は外部からの情報を遮断するようでもあります。今は幸せな状態だから、過去のことは見ないように、考えないように、うまく気持ちを切り替えていらっしゃるようです。ですが完全に忘れたわけではない、そのような感じがありますね。それについて何か問題があるのでしょうか。危うしカップ7、たくさんの候補の中からたった一つ本物だけを見極めようとしている、あるいはご自身にとって本当に必要なものを得ようとしている。このカードはたくさん候補があって選べない、そのように解釈されることが多いようですが、あえて選びたくない時にも出てきそうなカードです。可能性がいくつかある中で一つに決めてしまうことへの抵抗感、それは知られざるもののところで見ないようにしている事柄、現状から切り離しているかのような過去のこと、それについてのことのようです。ですがご自身でもその状態がいつまでも続かないこと、いずれはご自身にとって本当に身のあることを一つだけ選んで前に進む必要がある、そのように理解されているようです。危うしとして引いてはいますが、自覚した上でのことだとするなら、それほど危ういことでもないように思います。幸運よ恋人、カードの名前の通り恋愛関係として素直にこのカードを解釈してもいいんですが、恋愛でもそれ以外の関係でも共通することとして、お互いに異なる立場でもお互いを認め合っていくこと、お互いを必要とし、お互いが支え合っていくこと、そのような関係性として、恋愛でもそれ以外でも他者との絆をイメージできるカードです。古くは選択していくという解釈があったようで、今でもそのように読んだりする恋人ですが、ご自分のこの先の人生を他者に委ねるのではなく、ご自分できちんと選んでいく、どちらかに依存するのではなく、お互いが自立した大人としていい関係を築いていくように見えます。アクション、ソード5。戦いの中で、どうしても勝者と敗者に分かれる。このカードはそのどちらも同時に描いているんですね。ただ単に勝利して歓喜しているのではなく、勝者は敗者を振り返り、その様子を見ている。一歩間違っていたら、少しタイミングが違ったら、敗者の側にいたのは自分の方だったかもしれない。強い気持ちで相手を負かしたぞという状況なら、もっと勝利そのものを喜べたかもしれない。そのように見えないのは、そもそも戦いを望んでいたわけではないけれども、戦う必要に迫られたという可能性ですね。ここで過去のこと、心の傷といった今回のテーマにしたことを当てはめてみますが、
ご自身としてはそれはそれとして切り離して考えていたことなんですが、相手があることだった場合、相手の方がそこで終わってくれなかった場合、ちょっとこじれてしまった場合などですね、もう忘れたいのに忘れさせてくれないならば、この問題に決着をつけよう、そういう流れがここにあったのかなと想像します。できれば穏便に、そう思われたとしてもそうできないこともある。少し後味が悪いようにも見えますが、ご自身が正しいと思う行動を行ってきた結果、その他のことで大きな幸せをつかんでいるように見えます。それはそれとして分けて考えてきたこと、今の幸せとはまた別の問題として、ここできちんと決着をつけて新たな気持ちで前に進んでいただければと思います。最後に追加でタロットを引いてまいります。1番さんの場合はテーマが少しあれなので、ルノルマンカマについてと全体について2枚引いてまいります。まずはカマに対してですね、力、ご自分の中の荒々しい部分を飼いならすカードなので、ご自分の内面をコントロールしていく、今回はエゴというよりは心の傷ですね。過去の出来事を忘れられないこと、蓋をしてきたことですが、誰かに当たるでもなく、当事者に攻撃的になるわけでもなく、ご自分を律して強い気持ちで克服されてきた、そのようなしなやかな強さが感じられるんですね。本編では後味の悪い勝利のように、ご自身では感じられているのかなと見ましたが、堂々と胸を張っていただきたいなと思います。最後にもう一枚タロットを引いてリーディングを締めたいと思います。女帝、ありのままでいいというカードですね。力も女帝もしなやかな強さのイメージが共通します。ありのまま、そのままで満ち足りた状態、自然体で過ごされていたことが結果的に正解だったということでしょうか。間もなく望んでいた結果が得られる、そのような暗示としてこのカードを見ることができるので、今度こそ心の底からカップ10の状態として、もう一つの切り離した部分とともに幸せをかみしめる瞬間が訪れる、そのようなメッセージが来ているようです。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。2番 Not for you をお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回のテーマとなるルノルマンは怒りになります。希望、富、安心。選択カード Not for you は、あなたには不要なもの、望んでも手に入らないのなら、それは不要であり、もっと言うと逆に害になるものかもしれない。この先手に入れるものは今現在望まれていることなのか、そうではないのか、希望と一致するのかどうかも含めて、これから得られる富と安定した未来についてリーディングしてまいります。知られし者、恋人。知られざる者、ワンド4。危うし、ペンタクルナイト。幸運よ、ペンタクルキング。アクション、太陽。全体をざっと見た感じですが、なんだかすごいカードが出ていますね。第一印象としては、ネガティブな要素が一切感じられませんね。では順番に一つずつ見てまいります。まずは知られし者、恋人。恋愛中なら恋のお相手のことや、恋愛をしている高揚感の中でのこと、恋愛以外でしたら何かに夢中になっている状態、損得感情抜きで惹かれているもの、感情優位な状態にあるとも言えそうです。あなたには不要なものがあるのか少し探ってみようと思ったんですが、このカード
他のカードの並び、これらを総合的に見ても無理ですね。今現在恋愛中ならば、そのまんま恋愛として、そうではないなら何か夢中になれることとして、どちらでもない場合は、特別な何かはなくても満ち足りている心境や状況、そのように解釈してみます。知られしものなので、ご自身でも現状は満足のいくものであるという認識でいらっしゃるのかなと思います。知られざるもの、ワンド4、誰かと喜びを分かち合うイメージから円満な対人、人間関係を連想するカードです。ワンドの物語として考えると、エースで生まれた情熱が2つに分かれて、そこに葛藤あるいは躊躇が生まれ、3でそれらが形となり表現していく、さらにそれが安定するのが4ですね。3までは自分自身の中での手応え、4からは目に見えた成果があったことを喜び合う、そういうふうに考えてみると、ここは知られざるものなので、ご自分の中でのこと、先ほどは手応えと申し上げましたが、これまでの行いで自分自身に満足しているようなこと、それらが実は周囲にもいい影響をしていて、ご自身ではあんまり意識していないところで、実はみんなが喜んでくれている、一緒に喜ぶということでもあるし、周囲の人たちにとっても喜ばしいことがある、誰かあるいは何かのためにではなく、自分自身のための行動が実は周囲のためにもなっていた、そういうことがあれば喜ばしいことですが、実際にはその影響がご自身のところに目に見える形で届けられているのかは、知られざるものに出てきていることからすると少し微妙な感じもしますね。それとは別に少し違った見方をするなら、恋愛あるいは夢中になれることなどで、ご自身が今現在満足していらっしゃるとして、それについて自分のことのように喜んでくれる存在を思わせるんですね。恋の相手というよりも、お友達だったりご家族だったり、あなたの幸せを何よりも喜んでくれる存在、嬉しいことも悲しいこともいつも分かち合える関係、知られざるものとして出てきているので、もしかしたらあなた自身はそのことに気づいていない、あるいはそうは思ってもそこまでとは思っていない、そういう可能性もあるのかなと想像します。あなたのことをとても大切に思っている存在、誰よりも幸せを喜んでくれる存在、その方に気がついた時に、今よりもさらに幸福感が増すような気もします。危うしペンタクルナイト、本来ポジティブに解釈するならめちゃくちゃ嬉しい展開に導いてくれそうなカードですが、危うしに出ているので、少しネガティブに見ていきますね。地道にコツコツ一つ一つを積み重ねる作業、そういう作業がちょっと邪魔くさいと言いますか、結果を急ぐところがあるのかなという見方もできそうです。実際にこのカードの展開を見た感じでは、少しくらいせっかちなところがあっても、結果は大きく変わらないとは思いますが、少しそういった傾向がある可能性がある、そのように意識するだけでもしていただくと少し違うかなと思います。大したことはなさそうですね。幸運用ペンタクルキング、物質的あるいは社会的な成功を暗示するキングですね。先ほどは結果を急ぐ傾向があると申し上げましたが、やることはきちんとやっている、途中経過を省いたり手抜きしたり、そういう感じではないので、単にせっかちなのかもしれません。お仕事なら物質的な成功と同時に社会的な信用を得る暗示です。恋愛ならばご結婚も視野に入れて将来のことを計画していかれるかもしれません。アクション、太陽、成功に向けて迷うことなく進んでいく、また今回テーマとして選択カードを補助としましたが、全く必要ない感じで終わったなという印象ですね。望んだ通りの結果を得ていくような、そういう暗示として太陽が出ているのかなと思います。ここはアクションなので、望む未来があるのであれば
きちんと明確な目標を持ち、計画を立てて行動していく、その先に成功を手にするということで、七夕的に降って湧いてくるものではないようです。ですが、ご自身の望みと結果が一致しているというのは、とても嬉しい結果なんじゃないかなと思います。では、追加でもう一枚タロットを引いて、リーディングを締めたいと思います。戦車、ご自身が思う通りに前に進むべし、そのようなカードが出てきました。もうこれ以上言うことがないくらい展開したカード、すべてがあなたの望む未来を肯定してくれているようです。ご自分を信じて望む未来に向けてぜひ行動していただきたいなと思います。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番、チョップウッドをお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回のテーマとなるルノルマンは太陽になります。成功の光を放ち、あなたの行いのすべてを照らします。望む未来を手に入れる。というより、ご自身でも自覚していない望み、今はまだ思いもよらない成功として今回はイメージしましたので、素直にこの先手にする成功はどんなものかを読み取っていきたいと思います。知られし者節制、知られざる者ソード7、危うし予定、幸運用運命の輪、アクション正義。2番の時も出てきたカードの並びがなんだかすごい感じだったんですが、これもまたすごいカードばっかりですね。1枚だけちょっと微妙なのがありますが、5枚中4枚が大アルカナで、とてもはっきりしたメッセージが受け取れそうです。では、一つずつ見てまいります。知られし者、節制。一般的な解釈では、バランスを取る、異なるもの、状態、人ならば、心と体、感情と理性、それらのバランスが保たれている様子は、とても穏やかで静かな時間が流れているようです。節制は異なる者同士を混ぜ合わせるという解釈をすることもありますが、どちらの解釈だったとしても、それぞれが独立した別物、個としての、個として存在し、違いを認め合いながらも共存するという感じとも、少し違うかなといつも感じています。もともと2つで1つ、2つ以上かもしれませんが、複数で成り立っていたもの、その絶妙なバランス、配合で完成された状態、人間関係なら、それまで見えていなかったことをよく知っていると思っていた相手だけれども、ふとしたことで知らなかった一面を知るとか、何かのきっかけで個人的な話をするようになったとか、特別大きな出来事があったわけではなく、ちょっとしたこと、ある意味、関わり方のバランスが変わったことで、それまでとはまるで違った感情を抱くとか、お仕事の関係なら、お仕事にもいい影響が出始めるとか、本当にちょっとしたこと、特別に何かがなくても、ほんの少しのバランスの変化が、ご自身にとってとてもいい状態に導く、そういう感じに今回はこのカードを読みました。知られし者として出ているカードなので、ご自身でもそのように自覚していらっしゃる、そういう前提でのことなんですが、特に思い当たることがなければ、ご自身の内面でのこと、今まで感情と理性どちらかが優位で、そのバランスが極端だったなという場合は、少しだけでもそのバランスを変えてみる、そういうことで今まで見ていた世界が、ちょっと違ったものに感じられるなどですね、それを自覚的に行う、そのように言われている気がします。知られざる者、ソード7、柄の部分を持たなくて手が切れないのかな、と
このカードを見るといつも思うんですが、もしかしたら鞘に収まっている状態なんですかね。ソード7は盗っ人カードなんて言われますが、手に持っている剣とその場に残している剣、どう解釈するにしてもここに注目します。剣は思考、知識、情報などを表しますから、その場しのぎの対応、付け焼き刃の知識、誰かからの受け売りで知ったかぶる、そういう感じにも見えるんですね。きちんとした知識、自分のものとしていない知識、表面的にしかさらったことがないものだと、実は肝心要な部分がどこなのかよくわからないまま必要なものを見落とす、そういう状況になったらちょっと困るなと、そんな風にも思ってみたりします。ご自身にとって本格的な知識は必要ない、今すぐに必要なことだけ、関係がありそうなところだけ部分的にちょっとだけかじっておけばいい。ここは知られざるものなので、意識的にそれを行ってきたというより、結果的にそうなってしまったことのようにも思います。もっと掘り下げていたら新しい発見があったかも。そういうことも前の項目のちょっとしたバランスの違いにもリンクしている気がしますね。危うし女帝、母親、母性、豊かさ、自然、ありのまま、特に温かさを感じるカードですが、ここは危うしなので、あなたが注ぐ無償の愛だったり情熱を注いでいるものだったり、あまりにもご自身にとって当たり前すぎて自然な振る舞いすぎて気づかなかったけれども、他人とは気持ちの温度差があったとか、愛情を注ぐ相手の方にしてみれば、そこまでしなくてもなどですね、迷惑だと思われているというよりは、それが当たり前だと思わせてしまうと、人間関係のバランス的に不均衡な状態に陥るかもしれない。他人を思いやるのはいいことなんだけれども、バランスを考えた時にちょっとどうだろう、そういう感じに受け取っていただくと良さそうです。幸運よ、運命のは、このカードがここに出ているというのが何よりすごいことのように思うんですよね。運命の輪、このカードが意味すること、一般的な解釈で申し上げるなら、ご自身を含め人間のコントロールの範囲外、まさに運命の導きとしか言いようのないこと、天気、好転していくことなどですね。また巡り巡って戻ってくるようなこともイメージします。ダイアルカナの中でウェイト・スミス版では人物が描かれていないのが運命の輪と月ですね。他は大体人間が描かれているかなと思いますが、カード四隅の神獣、これらはタロット初期の解釈では聖書の4人の福音伝道者であるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと考えられていたそうですが、いろいろ解釈が巡り巡って、結局は獅子座、牡牛座、水瓶座、サソリ座として季節、四季を表し繰り返し巡るもの、そのように見ることもできるようです。なんだかいろいろな要素がてんこ盛りですが、似たような構図の世界のカードは中央に人物が描かれており、何もかもが融合された完璧な状態、完成された状態として、天界も下界も一つにつながったとするなら、運命の輪はまだ神の領域につながっていない、そういう感じもするんですね。ただこちらからアクセスできなくても、あちらからこちらへ何らかの影響を及ぼす、ただここではまだ巡り巡ってくるもの、ここで終わりではないということ。可能性としては一つではなく、幾通りかの可能性の中から一つの未来を決定していく、その連続があり、その先にご自身が思い描くような未来を手にしていく、そういう感じのことを今回は感じます。ここは幸運よとしているので、いずれの場合もあなたにとってとても素晴らしい未来へつながること、そういう暗示のようにも思います。こちらから働きかけられずとも、ちょっとしたサインからそれを感じ取る、そういうことは可能かもしれませんね。アクション、正義、決断の時、何かを決定していくこと、そういうタイミングにあるとこのカードは伝えているようです。ここでもまた知られし者のところの節制ですね。バランスが大事であるということ、そことリンクしている気がするんですね。公平さ、平等として、分けられるものなら折半、勝敗なら引き分け、そこに善悪の概念があり、善悪で
判断していくならば、善が勝利することですね。善悪も立場や状況で変わる可能性がありますが、主観ではなく客観的に物事を見ていく、そういった決断をするということですね。そういうタイミングが重要な場面で訪れるかもしれません。その時は正義のカードのように客観的に冷静に公平を心がけ、バランスの取れた行動をしていくということですね。最後にもう一枚別のデッキからタロットを引いて締めたいと思います。愚者。バランスだとかいろいろ言ってきましたが、結局はご自身が思う通りに行動する今のあなたには何のしがらみもないのか、あるいはそういうものはもう気にしない、そういうことを言われている気がします。ご自分を信じて。では、今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。